どうも、カメちゃん大好きセンターテールです。このチャンネルではカメの飼育に関して検証や考察をしているんですが、特に水質に関してはかなりこだわって検証をしています。だから動画にしてる検証もあるし、動画にしてない検証もあるし、そもそも YouTube 始める前にやってた検証もあるしで、本当に様々ないろんな状況の水質を確認してきました。その結果、僕にはカメの水質が匂いでわかるっていう特殊能力がつきました。はい、半分は冗談なんですけど、実際半分は本当で、まあ匂いでおおよその状況はわかるようになりました。匂い予想の正解率も、まあ大体 80% ぐらいはあるんじゃないですかね。ってことで今回は僕が培ってきた経験をもとに、カメの水槽の匂いからわかる水質と、またそれに関して簡単に解説をしていきたいと思います。まあね、個人の感覚による部分なので、まあ、話半分くらいで聞いてもらえればいいかとは思います。このチャンネルはこんな感じでカメの飼育に関して検証や考察をしていますので、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは匂いを嗅いでいきましょう。まずは一番状態がいい匂いから見ていきたいと思います。こちらはクリイロハコイコクビガメのチャイが入っている水槽なんですが、現在この水槽の匂いは、うん、そう、これこれ、これがね一番いい状態なんですよ。この水槽の匂いはうっすらカメの匂いがします。カメの匂いって自然の匂いっていうか、こうお刺身とかの死んだ生魚の匂いとはまた違って、こう自然を流れてる川とか、なんかそういうところで川遊びした時の匂いに近いんですよね。悪い匂いっていうよりは、なんかこう生き物が生きてるんだなっていうような、なんかそんな匂いが今ここからはうっすらとしています。でちょっとね、伝わりにくいかとは思うんですけど、今この水槽からはうっすら亀の匂いがしている状態で、でこの状態っていうのが最高の水の状態です。ってことで水質を見てみます。左からアンモニウム、 pH、 亜硝酸塩、硝酸塩です。結果はこうなりました。こんな感じでちゃんとろ過が効いてて、アンモニアも亜硝酸塩もなくて、硝酸塩だけが少し出始めてる状態ですね。これは水替え2日目で一番いい状態の水質です。さらにこのろ過がちゃんと効いてる時はフィルターからも特別な匂いがします。こちらが今クリイロのチャイの水槽に入ってたろ過ボーイなんですけど、ちょっと洗って匂いを嗅いでみます。これですね、これがろ過ボーイのストロングスポンジです。まだそんな水替えから経ってないんで、あんま汚れてもないんですけど、ちょっとこれの匂いを嗅いでみますね。うん、いやそうなんだよ、これなんですよ、これ、これね、カブトムシの匂いがするんですよ。カブトムシっていうか培養土っていうのかな、ガーデニングについてはちょっと詳しくないんですけど、そういったね、いい土の匂いがするんですよ。で、このね、この匂いがついてる時は、バクテリアがちゃんとついてる時です。出したてのフィルターは匂いが全然ないんですけど、それを回していって、こうバクテリアがついてきて、ろ過が効き始めると、このね、カブトムシの匂いに変わります。ちょっと分かる人いるかな伝わってるかないや、いいね。いや、たまらんすね。こちらは日本石亀の水槽です。この匂いも嗅いでみますね。うん。いや、そうなんだよね。この水槽は大体そうなんですよ。2日目くらいには。この水槽はね、無臭です。一切匂いがない。で、このね、この匂いがしない水槽っていうのは、亜硝酸塩か硝酸塩が結構増えてるっていう状態です。フィルターの匂いも一応嗅いでみますね。こちら日本石亀の水槽で使ってる F1 の、ろ材ケースです。中には、こういったろ過マットが入ってます。あーあー、強烈なカブトムシ。めっちゃカブトムシ。だからね、ろ過は効いてるはずです。ああ、いいカブトムシしてますね。で、このマットなんですけど、純正のマットだとこんなカブトムシにならないんですよ。このね、ファインマットっていうろ過マットがすごい良くて、ああ、これめっちゃカブトムシになるんですよ。
あのね、あの純正のマットってあのもうペラペラペラなんですよ。でもこれってちょっとわかるかな、すごいね多層構造というかこうな何枚にも重なってるんですよね、こういったマットが。でこの中の方にねカブトムシがしっかり詰まってるんですよ。あではこちらの水槽も水質検査をしてみます。結果はこれでやはり硝酸塩が増えてきてますね。他のアンモニア亜硝酸塩は出てないです。これね根拠はなくて僕の考察なんですけど、亜硝酸塩と硝酸塩って匂いがほぼないんですよ。だからこれが水槽内で増えてくるとカメの匂いもかき消されてどんどん無臭になっていくんだと思うんです。実際水替えが遅れて1週間とか経っちゃった時とかもちゃんとろ過が回ってる水槽だと匂いは一切しないんですよ。そういう時って水は黄ばんでたりして汚く見えるんだけど、中身はちゃんとろ過が回ってるからひたすらに亜硝酸塩、硝酸塩を吐き出してる状態なんですよね。だから水の見た目は汚くても嫌な匂いも発しなくて、ひたすらにどんどん無臭になっていくんですよね。ここからはアンモニアが出てる水とうんち臭い水と腐った匂いがする水について話していくんですが、今うちの水槽にはそういう水槽がないので経験談として話していきます。まあ昔は僕もよくこういう水を作っちゃってたんでね、その時の話になります。まずアンモニアが多く出てる水なんですが、実はおしっこの匂いじゃないんですよ。アンモニアが多く出てる水はすごい例えづらいんですけど、一番近いのは新品のプラスチック製品の匂いですかね。なんか化学製品をヤスリでこすったみたいなね、分かりにくくて申し訳ないんですけど、とにかくなんかプラとか化学薬品みたいな匂いなんですよ。アンモニアっていうと刺激臭って言われますけど、確かに刺激のある匂いなんだけど、おしっことは全然違います。多分アンモニアは水槽内では水に溶け込むので不純物を含んだおしっこの匂いとは違ってて、水槽内ではアンモニア本来の匂いになるんだと思います。そしてこれは物理ろ過ばっかりしてて生物ろ過が効いてない時にこの匂いになります。うんちとかはねフィルターでかき集めてて匂いが封じ込められてるんだけど、アンモニアは水中に溶け出して飼育水がアンモニア水溶液になってる状態ですね。だからこのなんか新品のプラスチックみたいななんかちょっと化学系の刺激臭がすると思ったら、一旦フィルターを見直して生物ろ過を意識するといいかと思います。次に水がうんちおしっこ臭い時なんですが、これは単純に水が汚いので水替えしてください。もうねこれはシンプルに汚いので、普段からうんちを網とかスポイトで取るとかフィルター入れるとかして、もしくはうんち臭くなる前に水替えした方がいいです。おそらくろ過を回さずに 2,3 日経つとうんちおしっこ臭くなると思うんですが、まあねシンプルに汚いので、人間がバケツに排泄をしてそれを放置している状態と同じですからね。最後に腐った匂いについてです。腐ったというか洗ってないキッチンの匂いに近い匂いがする時があると思うんですが、これは水槽内で餌が溶けてます。餌の揚げすぎで食べ残しが出てそれを回収してない時とか、匂いガメ系の餌を食べる時に結構食べ散らかすタイプのカメとかで食べ残しが残ってる時とか、そういう時ですね。こういう時はフィルターを入れて食べ残しを吸ったとしても意味はないです。結局フィルターの中で餌が溶けて水が不栄養化して臭くなるだけなので、食べ残しに関してはご飯あげた後にちゃんと取ってあげるか、もう水替えしちゃうかしかないですね。水が不栄養化するとカビも生えるし、カメの背中に苔も生えるし、ろ過は効かないし、水ミミズが発生するし、そして臭くなります。だからこの洗ってないキッチンみたいな匂いがしたらもうアウトなんで、ちゃんと食べ残しは取りましょう。はい、ということで今回はカメの飼育水の匂いとその水質にこうどういう関係性があるかっていうことについてお話ししてきました。いかがでしたでしょうか。単純に匂いって言っても案外こうよく考えると、まあ硝酸塩が増えてくると匂いが減ってくるよねとかね、案外そういったね考察もできるっていう感じで、なかなか奥が深いなと思います。でカメを飼ってるっていうと結構匂いきつくないとか臭くないとかってね結構言われがちだと思うんですよ。
でも実際、まあ、飼ってる人は分かるかと思うんですけど、全然そんなことないんですよね。特にちゃんとろ過が効いてると、あのフィルターとかもね、全然臭くないです。あのちゃんと、まあ、カブトムシなんですけどちゃんとろ過が回ってるフィルターって臭くないんですよ。というのも、もううんちとかもね、あのちゃんとろ過が回ってれば分解されて、もうミクロサイズにね、細かくなっていくんで、全然あのうんちの匂いとかももちろんしないですし、まあおしっこもね、ちゃんと分解されてれば全然そういった匂いが残らないんで、全然ね臭くないんだと僕は言ってやりたいですよどこに向かって言ってんだって感じですけど、でも逆に言うと、あのフィルター開けた時に臭ってなってるのはちょっとやばいですね。それはもううんちがちゃんと分解できてないっていう証拠なんで、ちょっとね、まあちょっとどっかの検証でやってるかと思うんですけど、あのちゃんとろ過が効いてると、あの水の中で揉んだりしても、あの細かい汚れしか出てこないんですよ。まあ過去動画で多分検証してると思うんで、よければ見てみてください。まあそんな感じで、亀の水槽の匂いっていうのは水質の維持、まあ、および亀の健康の維持にもつながってくると思いますんで、よければ皆さんもあの自分の水槽の亀の水槽の匂い嗅いでみて、どんな匂いがしたかぜひ教えてください。あとちょっとね、僕の表現結構下手な部分が多々あったと思うんですけど、特にね、あのアンモニアの匂いとかどう表現したらいいか全然わかんなくて、あのあれじゃないのとか、なんかあれに似てないとか、そういうのあればそれもぜひ教えてくださいそんな感じで、このチャンネルでは亀の飼育に関して検証や考察というのをやっていますので、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良いカメライフを。それでは、さようなら。